はい、こんにちは。札幌占い美容師裁判所の後藤です。今回、モデルさんの方ファンをかけたいっていうことで、まずそこまで聞いているんですが、どんな感じにしたいと思いますか？なんか画像とかお持ちになりました？はい、イメージの画像が、はい、あ、こういう感じ、緩い感じですね。はい、はい、大きめのやつ。なんか髪の毛でこう癖とかは気になります？顔周りこの辺とかがくるくるってなっちゃうのが結構癖がありますね。でその辺ちょっと取りながらかけれた方がいいかなと思います。で、これ雑誌の一部分のやつなんですけど、まあ、撮ったやつですね。ちょっとなんとなくしか見えないと思うんですけど、まあ、緩くこうかかってる感じ、まあ、このような感じの、スタイルをちょっと作っていきたいなと思うんで、まずちょっとパーマをかけて、それからパーマをかけて、ちょっとこの顔周りとかは、ちょっとまあ宿毛じゃないんですけど、まあそんな感じにやりつつかけていきたいかなと思います。今日もプレミアムロッドを使って、かけていきたいと思います。ではやります。お願いします。はい、ポンプでですね、薬剤の方を投布していって、つけ巻きの状態ですね。つけ巻きなのでスピードを意識しながら、かけていきます。ポンプでつける理由としては、根元の方は矯正入れますので、根元の方から今回つけてみると、あと中間水栓のしやすさですね。クリーム状を塗ってしまうと中間水栓しづらいので、ポンプで塗っております。はい、でですね、顔周りのところが気になるみたいだったので、顔周りの方の、産毛の方もね、ポンプでつけていきます。でこれがプレミアムロッドですね。朝倉のプレミアムロッドでワインディングをしております。ペーパーとゴムが必要ない、特殊なワインディングロッドになってますので、非常に使いやすいです。で、テンションのかけ方でかかりが、変えれますので、かなり優れたロッドかと思われますね。片付けたりとかですね、用意するのも非常に楽なのも一つなんですけれども、一番はですね、そのテンションで、光を変えれるん で毛先巻きにしても、毛先の方がですねテンション入ってないんですね。実はロッド自体が回るようになってて、毛先にテンションが入らなくなってます。で中間の方にしっかりパーマをかけたいっていう風に、調節ができるんですね。はい、で基本的には平巻きで巻いてもテンションによって変えれますんで、そんなにパーマのスタイルは意識しないでかけました、今回に関しては。で今回のモデルさんなんですけれども、非常にですね、外国人のような髪の毛で、非常にリッチが出づらい、髪質だったんですね。で仕上がってから思ったんですけれども、熱処理系のですね、パーマとかじゃないとちょっと対応できない髪質だったかなっていう感じも正直なところはあります。このようにですね、ゴムを簡単にかけることができるのがこのプレミアムロッドの特徴ですね。で今トップにつけてるのは宿毛矯正ですね。後でアイロン入れますから、そのためにちょっとつけております。はい、薬剤はちょっとね、そんな高いスペックではかけてないんですが、かかりづらそうだったんで、システアミンもちょっと混ぜてみますね、今回は。テストなんですけれども、パーマチェックですね。この辺を見たいと思います。ちょっとかかりづらいみたいですね。非常に簡単なので。本来かなりリッチが出るはずの薬剤設定なんですが、はい、ちょっと今日は難しそうな感じです。ですね。
思ったよりもですね、リッチがちょっと弱かったんですよね。もう通常の方だったらもうかなりグリッとかかってる状態だったんですけど、これあの一応ゴムバンドはそのままでも後がつきづらいんですが、 R ピニングした方がより効果があります。これはもう 中間水線が終わって、戻ってきた状態です。で、根元の方がモデルさん細かい癖があるんで、ハーフウェットの状態でですね、温度170度のアイロンを、スイングしながら入れております。ただあの170度といっても繰り返し入れてるんで、基本的には温度の、メーター自体は140度ぐらいを表示しているような状態でしたね。まあ、スイングすることによって、まあ、空冷ですね、空気でちょっと冷やしているような感じになります。はい、冷やしながら、アイロンをかけて根元の癖をですね、ちょっと取っているような感じです。ただやはりあの毛先の方のリッチが本当に出づらくてですね、あの、まあ、カラーリングもあると思うんですけれども、多分このモデルさん本人の髪質が非常にちょっと難しい細毛だったんですね。まあ、よくありがちなあのリッチが小さく出てしまう特殊な髪質だったんですね。であのこのプレミアムロットの場合はこれドライで巻き返しなんですけれども、非常にこれも簡単です。これ例えばですけれども、デジタルパーマとかで巻き返す時だったり、まあ、いろんな時にこれは使えるのかなという、あのストカールだったりとかですね、そういう時にもこのロットは使えるかなと思いますね。巻き返しの時にも使えるんで、いろんな使い方ができるかと思います。こういう時もペーパーなしで簡単に巻くことができるんで、あの、で荷材の浸透もしっかりしますし、ペーパーがないだけに薬が通っていきますね。で、一応ですね、自然に、クリープさせて、で自然にあのガラス化、要は乾かすことですね、しようと思ったんですが、やはりちょっと髪質の状態もあるんで、ちょっと熱、エアレスドライヤーはこれ中に熱がこもりますんで、朝倉のエアレスドライヤーですね、これで、熱をちょっとこもらせて少し、熱を入れてさらにガラス化を進めております。これをしてやっとかかったかなという感じなので、はい、ちょっと熱を当てておりますね。中のあのプレートにちょっと熱が溜まるようになってるんで、まあ、あの乾かす時にも使えますし、まあ、ちょっとこういうですね、ガラス化の時に使うパーマとしても、スタイラーとしても使えます。で、こちらパーマの2剤ですね。はい、2液、パーセンテージを若干上げております。こちらの方はまず、ロットの方を優先してつけていって、少し放置していくような感じですね。今日はちょっと長めに2液を置いております。これブロムさんをつけておりますね。まあ、この次回の仕上がりは、あの次回に続きますね。次回はカットもやりますので、ぜひ皆さん見てみてください。はい、これからモデルさんのアフターの状態をお見せします。はい、今日も撮影終わりました。今日はパーマ、ちょっとねパーマかかりづらかったんですけど、また見てください。頑張りますので、過去の動画も結構あるので、今全部で動画800本くらい
800本ぐらいあるんで、過去の動画もいろいろあるんで遡って見ていただいたらいいかなと思います。登録者数が今まだ1万人ないので、1万人まであとちょっとなんで、皆さん協力して、チャンネル登録してください。1万人目指したいです、今年中に。はい、ということで今日もありがとうございました。バイバイ。それ持ってるとですね。バイバイ。さよなら。